ただいまから令和元年度の国立大学法人秋田大学の財務情報についてご説明いたします。この度本学では財務情報を社会と共有し学外への見える化を図ることを目的にステークホルダーに対する対話型の説明会等の一環としてこの動画を作成しました。それでは早速財務報告書を使ってご説明させていただきます。はじめに、財務報告書とは、国立大学法人会計が利益の獲得を目的としないなどの企業会計とは異なる特性を持っており、財務諸表だけでは理解しがたいため、本学の財務諸表をできるだけ分かりやすく解説し、お伝えすることを目的に作成しているものです。なお、本学のホームページでも財務報告書は公表しておりますが、そちらにはこれからご説明する財務情報のほかに本学の取り組みやガバナンスなどについても記載しておりますのでご参照ください。次に貸借対照表についてご説明いたします。貸借対照表とは決算日毎年3月31日における国立大学法人の財政状態を明らかにするものです。本学が令和2年3月31日、令和元年度末現在で資産をどれだけ保有し、負債をどれだけ抱え、その結果、純資産がどのようになっているかを知ることができます。令和元年度末の資産は約581億円で、そのうち土地が約132億円、建物等が約255億円となっており、これらで資産全体の3分の2を占めます。負債は約325億円で、そのうち付属病院の建物・設備の取得にかかる借入金が約143億円となっております。純資産は約256億円で、そのほとんどが国からの出資金である資本金となっています。なお、貸借対照表において運営費交付金債務や目的積立金などの企業会計には存在しない科目がございますので、ここでこれらの科目及び国立大学法人会計の主な特色についてご説明いたします。はじめに、国立大学法人は民間企業のように利益の獲得が目的ではなく、主な業務内容が教育・研究であるという特性を持っておりますので、公共的な性格から独立採算性を前提としておりません。そのため、国立大学法人会計は基本的に損益が均衡する仕組みとなっております。続きまして、個別の科目についてご説明いたします。はじめに、負債の部の運営費交付金債務についてご説明いたします。民間企業では売上イコール収益として計上されますが、国立大学法人会計では運営費交付金などを直ちに収益とはせず、教育や研究を行う義務が発生するという意味で一度債務・負債に計上します。その後一定の期間の経過が教育・研究等の業務の進行とみなし、収益に振り替えていきます。次に、同じく負債の部の資産見返り負債についてご説明いたします。運営費交付金等で固定資産を取得した場合、国立大学法人会計では、固定資産と同額の運営費交付金等の債務・負債を資産見返り負債に振り替えます。その後毎期発生する減価償却費相当額を資産見返り負債から資産見返り負債例入収益に振り替えます。次に、純資産の部の利益剰余金における目的積立金についてご説明いたします。目的積立金とは前年度決算において経営努力により生じた利益で、
文部科学大臣に剰余金の使途に係る申請を行い、承認後、教育、研究、診療を充実させるために使用することができる積立金です。続きまして、貸借対照表の推移等についてご説明いたします。はじめに、資産の増減要因についてご説明いたします。令和元年度の資産は、平成30年度と比較して2億7000万円増加しております。増加要因としましては、工具器具備品等が取得により4億6500万円増加したことが挙げられます。減少要因としましては、建物等が減価償却などにより13億3000万円減少したことが挙げられます。また、資産の推移ですが、資産総額は平成27年度以降、ほぼ横ばいで推移しています。次に、負債、純資産の推移等についてご説明いたします。はじめに、負債、純資産の増減要因についてご説明いたします。令和元年度の負債は、平成30年度と比較して、8億1800万円減少しておりますが、その要因としては、長期借入金の減少に伴い、借入金が3億8900万円減少したことが挙げられます。また、純資産は10億8800万円増加しておりますが、その要因としては、平成30年度の利益処分により、利益剰余金が12億4500万円増加したことが挙げられます。続いて、負債、純資産の推移ですが、近年の傾向として、青色で示した負債は減少傾向、緑色で示した純資産は増加傾向にあります。続きまして、損益計算書についてご説明いたします。損益計算書とは、1会計期間、4月1日から3月31日において、国立大学法人が教育、研究、診療などの業務を実施するために要した費用と、これに対応するすべての収益を示すものです。これにより、国立大学法人の運営状況を知ることができます。令和元年度の計上費用は約344億円で、そのうち診療経費が約141億円、人件費が約155億円と多くを占めております。計上収益は約359億円となっており、内訳としては最も大きい付属病院収益が6割弱、運営費交付金収益が約3割、授業料などの学生納付金収益が約1割となっております。また、臨時損失の2100万円は、固定資産除却損などによるものです。臨時利益の1300万円は、損益均衡を図るための国立大学法人会計上の利益となります。目的積立金等取り崩し額の6000万円は、業務系システムの更新などの執行分となります。最終的な令和元年度の総利益は14億9900万円となっております。次に、損益計算書の推移等についてご説明いたします。はじめに、費用の増減要因についてご説明いたします。計上費用は平成30年度と比較して10億5000万円増加しています。増加要因としては、医薬品費などの増加に伴い、診療経費が11億3300万円増加したことが挙げられます。また、教員の退職給付費用の減少に伴い、
人件費が1億8800万円減少しています。続きまして、経常費用全体の推移ですが、平成29年度以降は増加傾向にあります。続いて、収益の増減要因についてご説明いたします。経常収益は平成30年度と比較して14億1100万円増加しています。増加要因としては、入院診療収益などの増加に伴い、付属病院収益が13億1600万円増加したことが挙げられます。また一方で、減少要因としては、補助事業終了に伴い補助金等収益が1億3400万円減少したことが挙げられます。次に、経常収益全体の推移ですが、ご覧の通り近年は増加傾向にあります。続きまして、本学の運営資金情報についてご説明いたします。この表は運営費交付金及び外部資金の経年推移をまとめたものになります。平成16年度の法人化以降、運営費交付金は減少し続けており、近年は緩やかな増減を繰り返しているものの、本学の令和元年度の運営費交付金収入は対16年度比で約5億7000万円減少しております。外部資金収入についてはこちらの表でご説明いたします。令和元年度の外部資金収入は、受託研究等収入及び課験費間接経費収入が増加しましたが、補助金等収入などが減少し、収入全体としては対30年度比で1億9000万円の減少となっております。さて、ここからは財務指標分析についてご説明いたします。財務指標分析の目的は、大学の財務状況を確認することですが、それ以外に同規模大学と比較することによって、本学の長所及び短所を把握することもできます。それでは、主な指標について個別に確認していきたいと思います。まず、学生あたり教育経費は学生1人あたりの教育経費です。この数値が高いほど、学生に対して教育活動が活発であることを示します。令和元年度の本学のこの数値は27万3000円となっており、平均よりも高くなっています。また、過去6年を見ても本学は平均よりも高い数値で推移していることから、本学は同規模大学と比較して学生に対する教育活動が活発であるといえます。次に、教員あたり研究経費は教員1人あたりの研究経費です。この数値が高いほど、教員の研究活動への支援が活発であることを示します。令和元年度の本学のこの数値は対30年度比で16万円増の約243万円となっており、前年度に引き続き平均よりも高くなっています。次に、人件費比率は業務費に対する人件費の比率です。この数値が低いほど効率性がいいことを示します。令和元年度の本学のこの数値は 46.6% となっており、平均よりも低くなっています。また、過去6年を見ても本学の人件費比率は平均よりも低くなっております。
次に、一般管理費比率は、業務費に対する一般管理費の比率です。この数値が低いほど、管理運営費用の割合が低く、効率性が良いことを示します。令和元年度の本額のこの数値は 2.9% となっており、平均よりも高くなっていますが、昨年に引き続き努力目標値である 3% を下回る結果となっております。続いて、経常利益比率は経常収益に対する経常利益の比率です。この数値が高いほど収益性が高いことを示します。令和元年度の本額のこの数値は 4% となっており、平均よりも高くなっています。なお、平成27年度以降はプラスの数値を維持しております。ここまでご説明させていただきました通り、本学では財務情報から見ても教育研究活動に注力していることがわかります。運営費交付金が減少傾向にある中で、今後さらに教育研究及び診療分野の充実を図るため、引き続き外部資金のさらなる獲得を推進するとともに、経費の削減に努め、安定した財務基盤の構築に努めてまいります。また、今回ご説明させていただきました内容のほかに、財務報告書の最終ページに、秋田大学未来創造基金のご協力をお願いさせていただいておりますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。今回ご説明させていただきました内容は、本学の財務報告書に記載されております。財務報告書は、財務諸表と合わせて、本学のホームページで公表しておりますので、ご参照ください。最後に、この動画についてご意見、ご質問がございましたら、記載しましたアドレスまでお問い合わせください。以上で、令和元年度の国立大学法人秋田大学の財務情報についてご説明を終了いたします。